大阪市24区、堺市7区、大阪府全43市町村、もちろん近畿に設けられます福祉関係施設ですね。老人ホームさんや福祉作業所、デイサービスグループ、公民館に集会場、お祭りやイベントなどなど、あらゆる場所で夢を追いかけ歌っております。我々ボランティア16年して、この間ついに16年で3400回公演を突破しました。3,400箇所たら1年間で250の施設さんから連絡復帰もたくさん来ていわんと超えないらしいですね。そんだけ皆さんがあちこちが来てくれるように嬉しい。詳しいことはうちのうちだわたとか夜な夜な徹夜でパソコンでホームページの作ってくれてるんで全部見れますんで、どこ行ったかの見てもらったら嬉しいございます。夢はいつの日かボランティアライブから紅白歌合戦出ること。私が地元大東島で歌好きだ山のところへと一座渡る、そして井戸北内田光夢を楽しむと漢字で書きました。それが僕たち音楽ライブ一座でございます。暑いですけどね、まっさり負けずに暑いライブでお届けしていきたいと思います。レギュラー陣もちろんゲストの方も勢ぞろいでございます。では8月の野崎幸喜の皆様、お付き合いを誠によろしくお願いいたします。野崎ゴーグちゃんも夏、8月始まりましたね。レギュラー陣まだ勢ぞろいよ、はい、暑い夏でも野崎にかけてくれましたよ。この方二駅向こうよ、そう野崎市場なんて白子が若いから来て、あ、天野さんありがとうございます今来てくれましたか、ありがとうございます。もう暑い中わざわざ野崎まで遊びに来てありがとう。暑いわ、それはもう暑いだけよう来てくれてるよ、もうありがたいことでございます。この方も先ほどね、同じゲストの方の、心配されてましたね、クーラーが家ないいや心配されてますけど、無事に、あ、ぐらい今回は無事、だから無事や、去年やったもん、今これ出てもう干物やいや今回も来てくれますよ。まさにフォークシンガー、人生フォークシンガーの生き様でございます。この方8月もいいギターいただいてくれるんですよね。レギュラー方登場よろしくお願いします。こんにちは、ひろじさん、ひろじさん、そうですね、もうお盆が過ぎるとね、普通はだいぶ涼しくなってくるんですけど、今年はもうちょっと異常でね、なかなか涼しくならないんですけどね、もう来月あたりには涼しくなると思います。やっぱり僕はね、季節の中に秋が一番好きで、その時はずっと寝て撮りたいです。競馬ちゃいますか、競馬競馬僕がいつも目を消しているこの布団の上で今君が目を閉じて汗に黄ばんだシーツの上でお構いなしに今君が目を閉じて秋風に光も取られ秋風に音も取られ今眠る僕はただギターを弾いている
風に光を取られ秋風に音を取られ今眠る僕の部屋で今眠る
これ見た。今日も弾き語ったなね、兄さん。夏でも見た弾き語りや。いい感じやった。今日は翔太さん、オリジナル曲2曲でしたね。あのハッピーバースデー、みんな誕生日が多いからですね。でもあんだけ先オープニング言ってたら、全然誰一人の誕生日覚えてなかった。誰やったっけ。全然結局覚えてんねん。結局自分が9月1日が俺が誕生日言いたかったから。言いたかったね。もうその仕事ですよ、早川兄さん。僕は早川兄さん、8月誕生日前に。今泊まりに来られて、理由はあんま言われて、ああ、なんだよ、ね、僕で散らかったね。すごいんだね、うん、犬のポンピさんは元気ですか。やばいですね。あ、やばい、ナンパで、かもしれない。あの、ワンちゃんと暮らしたい、二人暮らしてな。まあまあ、ポンピチーム、二人ステイテータ犬がかわいそうやってな、ちっちゃい子犬を拾ってきやん、いつもこうやってかわいそうやって、これはこれ絶対大きいなれへんからって言ってやる。今こんなやんアパートに住んでこんなやんちゃんと餌のとこもあげてるんですか。それもちろんもちろん。そこから人間見たもん食ってんで塩崎同士と同じもんだから言って俺チャッカーけどおっさん出てくるチャッカー絶対せえよ今頃あのアパートでタバコ吸ってるんでボンビチで塩崎さん今回はオリジナル最後の2台いかがでした。ありがとうございます。夏塩崎同士でした。ありがとう。さあ夏の小崎ホームちゃん続々と大変なレギュラーに登場。この方も見てみましょう。この方も夏先の招待と一緒で二重野崎市場は白宇川か白宇川すごいでしょ。お客さん割と白宇川から来てくれても結構来てくれてますね。すごい白宇川がホームちゃんも流行るんちゃうやめ小崎やな。ギリがあるから言うても野崎にはないいくら野崎フォーカスで壊れたことだといいよ。まあ、熱い思い出してからかよ。この方も来てくれました。はい、さあ来た日方の今日はどんな曲かカバー曲だと思いますが楽しみですね。楽しみです。さあこの方の場所よろしくお願いします。カシナがお疲れ様です。今日もまたカバー曲で、まあ、ちなみにオリジナル曲は全く持てないです。吉田拓郎さんのマーク2っていう曲をやりたいと思います。よろしくお願いします。
ることもライブ。そうですね。まさにね。低めでね。気になる。それが一番ライブの醍醐味でございます。でも、過去だったでしょ。でも、過去そうって。あの、はずだ。エレアコめっちゃよくなってたな。すごかったな。でも、すごいね。やっぱり、タフトというのは。それ、それなんか、おしゃれ。これも時代かな。いや始まる前、この前もずっと直樹さん顔動かしてたっていいでしょ。そう、いや、何言ってんねん、直樹さん。足に。直樹さん、今日もね、まず夏井さん来てくれてありがとうございます。ありがとうございました。二駅向こうから、潮崎城と共にまた来てくださってありがたい。なんで見た向こうの駅やね。してた、してた。これ、横ちゃん終わりやんか。終わって、なぜか白岡駅の方の立ち飲み屋で、調査業者直次郎さんと、うちの内田水が3人食べてた。すごい足だ。すごい。なんで野崎で飲めへんの。野崎の商店がお金落としなさい。白岡お金やから。今日も今から白岡行け。最後にかけられてた、直次郎さんでした。ありがとう。さあ、2018年夏の崎50ワンプリ、はい、ゲスト登場でございます。友情戦ついに出会っちゃいましたよ、いきなりトップバッターのゲストがえらい大人数いますね、兄さん。そうですね。すごいですね、これはね。まあ、大都市はもちろんグループなんです。で、僕もずっと、ね、いろんなこう大都市のグループのいろんな本見てるの、こういつも、はい、もういつか読みたいな、いつか読みたいな、いつか思ってたら、まさか出会えた。こんなことある、まあ、すごいよね。偉いもんや。メンバーの平岡さんにガンガン電話して来てほしいこと言うたら、ここよくこんな音声で来てくれたわけで、友情はすごいすごいですね。さあ、ゲストの方の登場、しかも初登場の地元大東市のグループの皆さんです。シンガーズグループです。兄さん、シンガーズ言えてる。大丈夫、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。地元大東市シンガーズの皆さん、よろしくお願いします。Thank you.
ンノートで、私たちね、このアットヒューマンノート、ヒューマンノートっていうのが関西を中心に活動していますシンガーズグループで、なんとね700名本当メンバーがいるんですね。その中の私たち大東市代表9名でございます。よろしくお願いします。今日はこの日をねすごい楽しみに来てて、もう山野さんから電話がねかかってきて、ね、もう私すごい楽しみにしてたんですけど、すごくびっくりしたのが、この時代携帯でも持ってない、もう多分皆さんご存知なんだと思うんですよね、山野さんねもう留守電でのやり取りがすごいね新鮮で面白くて、でまだお会いしたことがなくて、今日初めてお会いしたんですけど、やっぱりこう電話で聞く素敵な声とこの楽しい感じ、もうイメージバッチリでしたそれよりもこんな感じで山野ですみたいな、山野山野ですって入りました。こうやってね、皆さんと大東市中心に活動してる、なんかこんなにたくさん音楽好きでやってる方いるんだ、ね、そして私たちもこうやって一緒にライブ作り上げていくのに参加できるのがとっても嬉しくて、今日はあと1曲ですか楽しくね、はい、お届けしたいと思います。よろしくお願いします。ね、私たちカバー曲とかね、オリジナルソングいっぱい100曲ぐらいね、あるある気持ちは100曲ぐらいねあるんですけど、その中から今日はこの曲歌いたいな、ね、こうやってねたくさんの方とつながる一歩になれたこと、これからもどんどんきっとそのうちレギュラーにしていただけるそんな気持ちも込めてこの歌を歌わせていただきたいと思います。みんな友達。
は距離の方がいいの、これは分かるどうせやね、ついに来ました、同じ大東グループでお会いしたかった皆様とついにお会いできる、嬉しいございます。これ宮本さんね、我々僕はあの輝き平野南って僕ら歌いに出ていたんですが、大阪市平野村、そこの職員の僕ら担当者中山さんが、あれ私20知ってるよって言って平草電話を、ありがとうや、中山さんありがとう見せるそういう出会いから、で僕はずっと実は名前は知ってて、その先見たけど本を見てたんです、うん、大都市いろんな公民館グループに載ってる本を見てて、うん、僕はいつか会えるかなっていろんな人とね、こうずっと見てたら、ほんまにまだこれかなっていくね、ほんまに会えるね、携帯電話もないよな、すでに伸びて平子さんでやりたいで、平子さんがおる時間だと僕のおる時間全然違うから、こっちは昼間ボランティア歌いんだろう、朝はあのバイトしとるよ、俺はその中でこれやりとりすんで、たまに僕がすでに平子さんすでに帰ってきて心配なんで、もう一回聞こえてますよ、聞こえてますよ、まだすでに偉いもんやで、やりとりがね、その中でもこうやって会えたっていうか、でや兄さん、シンガーズグループ、地元大都市、もうなんか友達になりました、ありがとうございます、もう兄さん、誰でも同時してるよ、よかったら、今日友達9人増えたらいきなり、兄さん、よかったな、よかった、ダーチョルプレゼントや、ありがとうございます。で、DJ さんは、どのような活動、大都市されてるんですか、どのような活動されてますか、大都市のお祭り、だったり、イベント、あとはあれよね、施設デイサービス、あ、俺ら一緒だ、そうですね、デイサービスで歌わせていただいたり、呼ばれたらどこでも行きます、あ、出ましたよどこでも友達に呼び出して、ね、みんな友達デイジュレさん、まさかここ例えば見たりなんか聞いたりして入ったらデイトも覚えるかも、あ、そうなんですね、やっぱりそうだな、大丈夫ですね、どんどん増やしたいです、まあ、定期的にいつも練習してる場所とかあったりするんですか、はい、隅田川駅の、すぐ下なんですけど、うん、DIP21 出た、DIP21 よ、知ってますね、もちろん我々もコンサートしたことありますよ、ね、あ、そうなんですね、はいはい、そこでね、いつもね、各週で水曜日に、あ、各週水曜日、水曜日の午前中に、歌ってます、大体主婦が多いんでね、午前中、そうなんですね、そうなんです、そう、男性までいませんよ、ね、そうなんです、だからできれば男性入ってほしいです、あ、男性も OK なんですね、男性も OK ですよ、余計だけ受けてくるってではなかった、ではないです、はい、男性おーい、そうなんですね、いいぜ、行くなよ、行こう思ってるやろか、もう友達は思ったと思うそういうの知らんと知らんかもしれない友達じゃないよ、それはそうやって受けるかもしれないってことですね、はい、そうやって大東で活動してやっとついに僕らも出くわすことができました、本当に感謝ですね、すごい刺激もらいました、ありがとうございます、友達伝わりましたよ、これしましたよ、全然山を2人してますよかったよ、最高でしたね、で今後ともこれも一回言ったらもう申し訳勝手に野崎工場ファミリーやったー、適的に嫌かもしれない、僕が出ますって言ってからなります、はい、6年によろしくお願いします、トールタイプに盛り上げてトールタイプでこうやって仲間になると感謝しております、本当に最高でございます、さあ行きますよ兄さん、僕がはい、はい、どうぞ、D ジュエルクワイアアットヒューマンノートの皆さんでした、ありがとう、さあ兄さん、ゲストの方続々登場しよう、シンガーズグループの後は見てください、まさにフォーク、ギター弾き方ですよ、もう格好が不思議だ、じゃあさ、もう向こうが歩いてきたら分かるから来た来た、歌手来たよ、歌手が来たいい感じでございますよ、さあ今回はですね、リナさん今年2回目の登場になります、ソロでは今年初だと思います、あ、そうか、そう、いつもは団体のグループで1人になるよ、まあ、皆さんご存知でありますけど、まあ、自己紹介自分でされておりますけど、これまでなんと実はですね、あの大東市立生涯学習センター、私いつもご用意だったね、アプロスの大東新大東屋、まあうちのゲストいっぱい来てくれるでしょ、その中でもなんとこの方は実は歌手じゃなくて紙相撲で登録されてある、え、紙相撲不思議やろ、で紙相撲の登録下の方にフォークソングもしますって書いてあるしてくれるねさあ来てくれました、この方登場です、よろしくお願いします、じゃあまあご
挨拶が、ベリー、まあ、歌詞をちょっと先行して言いますので よろしかったらおっしゃってください。
それでも、I will follow him を一人でやるんです。
コンピューも消せないしかもねでこうやってね、まだ聞いてくれるのありがたいことですよ。まだこうやってね、まだ今後ともドラキボコちゃんのファミリーですから。そうですね、いかにリシャス歌えば DJ の歌を最高の顔させちゃうかっこよかった、みんな最高でございましたね。ありがとうございます。最高の日だけリシャス歌でした。さあ、先月の野崎フォークジャンプの時に、来月のゲストは太陽太さんですって言ってたんですよ。この茨城市のシンガーソングライター。太陽太さんがなんと風邪を吹きます。この暑い夏に。逆にあんねん、そういうのね。で、留守電に、もう山先ほどの DJ 平子さんみたいに、留守電に山ほど太陽太さんがガラガラ声で、すいません、いけません、言うのずっと入ってて。で、留守電やんか、俺おれへんやん。で、携帯ちゃうから。多分き伝わってやなかったので、また一件、すいません、同じような感じで、まだもう一件、すいません、ずっと、俺が全然電話かかってきて、ずっと、俺届いてよ、ずーっと言ってはんねん。これ最後もう、ファックスも来とったよ。風邪ひいている。大さん、分かってるよ。ちゃんと大丈夫。その時間帯、昼間歌いって俺だけ。もう心配ね。固定電話や、これで固定電話大変や。しかし、それで休みになって、わっ、ゲスト5組、なくなってもや、毎回5組読むのはこれ。野崎フォークジャンボリーを思ってたのなんとたまたまサプライズゲスト昔の僕の友達あもう友人友達で失礼かな世話になった人実は超世話になって実はサプライズゲストでもともと声かけてて、うん、8月でもこの方でいつも僕毎年お会いしてた実は、うん、その話また後にしますけどねなんと学生時代フォークソング部に入ってたもうまさに野崎フォークジャンボリーなのなんと大阪は羽曳女子からやってきてくれましたこの方ギター弾かせてくれますよろしくお願いしますこんにちはこんにちはフォークソング部って紹介していただいたんですけれどもフォークソング部を卒業してからもうかれこれ40年近くなるんです。ここにずっと私が働いてたところによく来ていただいてたんですけれども、そこを辞めてから定期的に呼んでいただいて、年に1回だけお会いする関係にありまして、七夕やなぁと年に1回の織姫彦星で、はい。という感じなんです。で、この2年ぐらいちょっとお会いできてなかったんですけれども、たまたままた1年に1回ということで呼んでいただいて、今回また参加させていただきました。ちょっとこの2、3年ギター触ってないので。うまくいくかどうかわかりません。今もドキドキしてるんですけれども、頑張って弾きたいと思います。皆さんも知ってる歌なんで、一緒によかったら、今日の朝も、24時間テレビかな、で歌ってはりました、青い三角定規の太陽が暮れた季節を弾きたいと思います。皆さんも知ってはったら一緒に歌ってください。よろしくお願いします。
か戦争、ね、いやいいよあれよかったよいや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 こうやって来てくれてありがとうとかさ羽曳野市や兄さんめちゃめちゃ遠いやん遠い遠いだけどお母さん言ってましたけど僕あの僕俺らボランティアライブしてる羽曳野市の施設の職員さんやで俺らの担当、はい、毎年この8月にいつも呼んでくれてるね羽曳野の施設しかもお方のすごいくてその施設が大体今1回行くやんか月に、うん、じゃあ横原さんの月水なんか木とか3日から4日くらいある同じ施設すごいやろだから俺ら大都市に羽曳野で大都市羽曳野を繰り返したから毎年夏その関係しかも俺らが羽曳野市に社会福祉をボランティアセンターってあるやんか羽曳野もね羽曳野社会主義ボランティア登録しに行ってボランティアしたいって言った時にその近所挨拶回り行くと思ってまだボランティア羽曳野したことないやんこのペーペーの俺ら大都市から来ましたってチラシ持って行って飛び込みで入っていったら小原さんとかしてて、ほんで会いに行って資料もらってくれてでも門前払いの施設もめっちゃあったもんあったよもう大東市が何しに来たみたいな感じもあるうちはプロしか呼んでないんでそんなボランティアにいりませんふざけたよって言われたねいつかそこ呼ばれたらここ客立ったのも待てんからずーっと説明覚えてんねんで小原さんすごくすぐ僕が資料もらって面白くしてんねんすぐ呼んでくれやボランティアがガーってあれすぐ呼んでくれそっからねずーっとよもう羽曳の一番最初呼んでくれ説と言ってもいいくれその付き合いですよねそうです逆にいつも俺が夏といえば岡田さんに会いに行って一番びっくりな話があって夏岡田さんのとこへ施設って思ってみんなで俺ら3人で車乗ってブワー行ったらこの施設着いたら施設誰も人おれへんねんあれ呼ばれてるの休みなんか黒いタイプだけ来た岡田さん一人で一人出てきてあ今日ごめん休みや言うて休み羽曳の町ほど俺休みよって言ってそんななんかすごいなそれはおちょこちょいたくもあるねで今日今逆に僕ら今叩きしてるんでフォークソング部だったフォークソング部といえば野崎フォークジャンプやから逆に来てもらってる書いてホワイトハツまあこれ何個参りましたはいよかった去年もなんか参りな今年こうやって実現してもうわざわざ来てくれてありがとうございますよかったお前ねえ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 一生懸命だったこれ最高したよ恥ずかしいですけどこのフォークソング部ってあったのがいいよね僕らの時代もそんななかったあったらすぐ入ってるこれフォークソング部なんかも名前もいいやんかフォークさんなんて軽音楽部とかなっちゃったけどああですねやっぱりそうですよ今はねもうそうやろ全然入ってなかったしやっぱフォークソング部に入ってたところいいじゃないこれそしてフォークジャンプ出てるから最高でございます羽曳野市がいい期待感でした岡田紗友子さんでしたありがとうさあ野田牛声ゲストが続々とあれうちやどうなしますか急遽ねここに立つことない。ということで横の人がいないってことか、アシスタントが。どこ行ったんでしょうね。あ、アシスタント今日はなんとゲスト出演みたいでございますよ。普段はブルースハープで、実はウクレレの弾き語りもこなしてね、作詞作曲したりするんですよ、もちろん。さあ今日はどんな曲をしてくれてね、8月誕生日の次にゲスト出演です。いつもアシスタント、お疲れ様でございます。で、片山さん、ゲストやね、いつもあの人。ね楽しみですか。すげえ。よろしくどうぞ。こんにちは。こんにちは。すごい緊張しますねこれ。しかし暑い日が、ね、まだまだ続きますけども皆さん元気でしょうか。やっぱりこうね暑いとかってね冷たいもので、ね。食べたいこういうんですけど、まだまだ暑いんでね。だからそれ冷たい曲を、冷たい曲っていうか冷たいものを飲む曲をしたいと思います。アイスクリーム、アイスクリーム、アイスクリーム、私の恋
成田健一さんの、アメージンググレスっていうのが、あるんですけどね、これはあの成田健一さんが素敵な詩をつけました。それを愛の絆っていうことを聞いてください。メガネつけてあるけど、ほんま真面目な人ですからね。
まあ、古い付き合いでございますけど、はい、もう今回もこうやって夏、いい季節、あのウクレレの弾き方してくれてありがとうございました。夏という感じでしたね。ちょっと藤田君の重たいものでした。夏といえば、夏8月誕生日、夏男、そう、ゼリー早川でした。ありがとうございました。さあ、野垣高校でゲスト終わりました、ね。さあ、レギュラーの方、今回ももちろんギター弾きができてくれてますよ。この方は、少子女名、地元大都市です。うちの塩崎長次直次郎さんは、あの二人の方から、市場なーってしか言えない。この方は大東市在住のまさにフォークシンガーです。はい、アルプフォークソング百科事典ぐらいね。僕が分からん時のフォークで分からん方のすごく気があるんで。もう僕のギターの現場に全部書いてくれてるんですけど、終わり方が、すごい。野崎フォークやもう裏で守ってくれてあります。守り神ですわ。さあ、今回も登場してくれ、よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。どうぞ。探してたんですけど、ちょっと歌手カードなくしまして、ね、見つからなくて、本当今、吉田拓郎も人間なんてやろうと思ったんですけど、昨日これ玄関開いたばっかりで、ちょっと来るんだなって、それにちょっと今日、お料理といいから、あまり発狂するようなのをしながらええのかもしれないですけど、ちょっと今日は演歌でね、これ、まあ、知ってる人もいると思うんですけど、当時、イルカがのシリープスで2人でやってる時に作った歌なんですけど、今でもライブやった時絶対最後に歌ってる歌です。ただちょっとキーはちょっとゼロが下げないから、これだからどうなるか分かりませんけど、まあ、とりあえずやってます。いつか冷たい雨が、thank you.
して夫の吉村と、そして大仁の中村さん、奥様もよろしくお願いします。リチャードさん残ってくれてる。それなんとリチャードさん共演する予定だったらプチミューが仕事だ仕切っておられますよ。高田先生、高田さん、高田来てくれてる、ありがとう。高田さん来てくれて今日も大野でライブあった後これまで帰って、ありがとうございます。これ高田さん年、ね、2回今年も会えて、はい、よかったね。また来年もよろしくお願いします。最後僕らももちろん僕らのオリジナル曲で終わりたいと思います。岡田さんどういった、岡田さん、岡田さんの施設に行った時この歌いつも最後に岡田さんとギター持って共演した職員さんが一緒に俺らと共演してて、岡田さん共演しようって久々2年ぶり言うたらなんか全然違う感じもんなんで、そんな大きく聞かれてな、岡田さん懐かしいでください。さあこの曲行ってみたいと思います。皆さん最後盛り上げてください。では皆さん最後盛り上げて、キレイバースカー、いきなせー
声いきますぜ、3、はい、あー